ヘンリー・エルネスト・デュードニー。ヘンリー・アーネスト・デュードニーは、イギリスのパズル作家、数学者である。デュードニーは、イースト・サセックス州のメイフィールドで生まれ、その近くのルイスで生涯を終えている。1884年に、ヘンリー・デュードニー夫人のペンネームで、ハーパーズ・マガジンから多くの短編を出版した作家であるアリス・ホイッティアと結婚している。 デュードニーは幼少時にチェスを学びよくさしていた。これが彼の数学への関心やパズルの創作につながっている。彼はシビルサービスに所属していたが、その間に多くのパズルを創作している。彼は一時期、パズル作家仲間の一人であるサムロイドと親交を持ちパズルの交換などをしていた。だが、ロイドが連絡を立ち、デュードニーのパズルを無断で、 自分の名義で発表したため、彼との関係は悪化した。デュードニーは何年もの間、ストランドマガジン上で多くの作品を発表した。また、彼はいくつかのパズル作品集を発表している。さらに、彼は最初に意味のある単語を使用した覆面さんを発表したことでもよく知られている。ありがとうございます。